山梨映画祭、山梨映画祭、山梨映画祭、英語名称、山梨フィルムフェスティバル、略称、UF は日本の映画祭、毎年山梨県で行われた。山梨映画祭実行委員会が主催する映画祭であった。2005年のスタート時は、甲府商工会議所が主催し、甲府市内の映画館を中心に開かれていたが、2010年に、 山梨県立大学が事務局となり、新たな実行委員会を組織した。2010年度は2011年3月に予定されていたが、東日本大震災の影響による計画停電で中止となった。2011年度は、岡島ローヤル会館で開催された。ここでは2005年度から2011年度まで開催された映画祭について説明する。山梨県出身。 ゆかりの映画人が制作に関わった作品、山梨県内がロケ地となった作品を中心に上映、ティーチインが行われた。2011年度開催時の実行委員長は、山梨県立大学の伊藤博士学長が務めた。幅広いジャンルの映画を上映し、監督、俳優によるティーチインが行われ、山梨の映画文化の発展に貢献した。2011年12月、 山梨県立大学が事務局を撤退したことで、一区切りとなった。2012年度以降は別組織が運営を行っている。2005年スタート時、甲府市中心街には、甲田からシネマ、閉館、甲府武蔵のシネマ後、閉館、甲府東映セントラル、閉館、シアターセントラル BE 館の4館12スクリーンがあり、地方都市の中でも比較的スクリーンが多かった。 そのことから、甲府商工会議所は民間ボランティアや商店街、映画館などと実行委員会を作り、2 0 0 5山梨映画祭をスタートさせた。この時期は映画館など各会場で1日に数作品ほどのペースで上映していた。入場は無料。作品上映イベントは監督や俳優などがゲストとして招かれ、 地元放送局のアナウンサーとトークショーを凍っていた。作品セレクトは、商工会議所や映画館関係者、民間ボランティアにより行われていた。上映した作品群を見ると、一見山梨と関連が薄い作品も見受けられるが、ロケ地やスタッフ、キャストに必ず関係がある作品がセレクトされていた。第1回の映画祭に合わせ、市民ボランティアの呼びかけにより、 甲府市中心街を舞台としたオリジナル映画制作が取り組まれた。山梨県内の高校生による原案を脚本化し、キャスト、撮影、音響、裏方までを一般市民とプロのスタッフが協力して取り組むというものであった。これには、商店街も撮影場所としての空き店舗の提供、エキストラ出演など、撮影に協力して作品が完成した。第2回の2006年は、 全国から脚本を募集し、最優秀作品を映像化した。市民が街をステージとして活動し、注目されていたが、2007年に映画祭を開催する際、交付商工会議所内の一部で映画制作に予算編成することが地域活性化になるのかという考えが出て、市民参加の映画制作は中止に追い込まれた。 市民参加の映画制作は2007年の映画祭では一部有志により開催され、終幕となった。この街を舞台に脚本を募集し、映像化するというシステムは、山梨映画祭の一部スタッフによって、藤川口湖町に提案され、当時の長野常雄町長に許可された。そして全て町の予算、約400万円、500万円で組まれ、町職員が運営する、富士山。 川口湖映画祭となって2014年現在も開催されている。2008年より甲府市中心市街地活性化基本計画の事業の一つとなった。この年より山梨映画祭実行委員会、商工会議所、商店街関係者、映画館関係者、甲府市職員、民間ボランティアなどで構成が正式に発足し、外部有識者の意見を取り入れ、作品、 ゲスト選定を行っていくことになった。2009年12月に事務局である甲府商工会議所が活性化イベントとしての費用対効果が得られないとの理由により事業の撤退を表明した。理由として事業費の一部が市の補助金で賄われているのに対し観客動員の提唱や交付中央商店街との協力体制が取れていないことが挙げられた。しかし、 山梨映画祭実行委員会の実行委員らが新実行委員会発足に向けて行動を開始、これにこうして甲府市も文化イベントの継続を認め、補助金を確保する形で継続となった。通常、行政が運営に失敗した事業を民間が拾う形はよくあることだが、今回は民間の甲府商工会議所が撤退した事業を甲府市が復活させるという逆の形であった。 2010年12月16日、新たに山梨映画祭実行委員会が発足した。委員長は、伊東洋山梨県立大学学長、事務局は、同大学の地域研究交流センターに置かれた。大学が映画祭の事務局を引き受けることは、日本では初めてである。2011年3月14日、11日に、沖田東北地方太平洋沖地震。 東日本大震災の影響による交通網の麻痺や東京電力が実施した計画電により安定した上映が確保できないとして中止を決定した。なお、仕切り直しとなった2011年度は2011年10月23日、11月19日、11月20日に甲府市の岡島ローヤル会館で開催された。2005年の第1回目から2007年の3回目までの 入場チケットの入手方法は、交付中央商店街で500円以上の買い物をし、そのレシートを銀座街の駅に持って行き、鑑賞したい作品の入場チケットを入手するというものであった。これは、イベントに参加するために事前に商店街に足を運ばなければならなかった。このため、外部有識者の意見を取り入れた2008年からは、郵便往復はがきと電子メールで受け付け、 山梨県外からの客の受け入れが可能となった。また、トークショーもなく、上映会のみのイベントもあり、当初の運営に映画祭らしさが見えなかった。しかし小さな一歩を重ねて、イベント内容の見直しを図った。2011年開催の第6回は、チケットを有料化し、E、E プラスで販売した。山梨映画祭2011を開催するにあたり、 結成された企画チームが山梨映画無人である。映画監督の蔡陽一が顧問を務めた。山梨県職員や甲府市職員、映画関係者、学生や一般市民などで構成されたチームが映画祭の企画を考え、イベントも運営した。2009年までの映画祭実行委員会は、主に商店街関係者や映画館関係者などで多く構成されていたが、実際に、 イベント運営に関わるのは映画館関係者と民間ボランティアであった。このため民間ボランティアにかかる負担が大きくなったため企画チームが新たに結成された。幅広い年代、職業の人間が集まったことによって映画祭を盛り上げるのに一役買った。竹石博と今、会いに行きます。2005年トークショーの司会は2005年の第1回から2011年の 第7回まで、ユティ、テレビ山梨の鈴木春が務めていた。2007年の第3回からは、NHK 甲府放送局の松尾玲とユーブス、山梨放送の中島そよかが加わった。同一イベントで、山梨県内の3つの放送局のアナウンサーキャスターが協力する形となった。ユーブスの中込めマリコも一部のイベントで司会を担当した。 2008年からは、ユーブスの上田幸子と、NHK 甲府放送局の鈴木純子、ユティの黒塚真也、フリーアナウンサーの本松明菜、ファッションモデルの斉藤恵美らが、司会人に加わった。2009年は、ユティの鈴木春黒塚真也、ユーブスの上田幸子、本松明菜、斉藤恵美に加え、NHK 甲府放送局の堀口紀子が、 司会人に加わった。2011年は、ユティの鈴木春香と TBS ニュースバードの黒塚鎌谷、ユーブスの原香織、前田正宏、NHK 甲府放送局の小林美木が司会を務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。